大中落ちわる水路は埼玉県北東部を流れる水路である。久喜市の源流付近では水田地帯となっており農業排水を集めながら南へ流れる。起点付近から桜田の住宅地と水田の間を東へ流れる。桜田より沼井公園までの区間の流域は新興住宅地や住宅地となっている。沼井公園より高日向調節池までの区間では 和紙み産業団地と農地となっている。さってしこうひでは、住宅地の中央部を流れる。高日向田より、下流、中五丁目まで、水田や農地の中を流れる。中五丁目より、再び流域が都市部となり、流末の名称が、倉松川へと変わり大中落ち割る水路は、終点となる。流路の詳細については、下記の流路説を参照されたい。大中落ち悪水路流域は、 起点より終点までかつて北葛飾軍であった。札手市の牛村病院前では石組がなされ、古くからの景観が保たれている。現代公園調節地との水路や札手市立、西中学校の東方、約200メートルの地点には水門が設けられている。校舎の水門より上流域では閉門すると水位が上昇するので、農繁期にはこの大中落ち悪水路をせき止め、 この水門より上流域の水田にて農業用水として利用している。合流、ありがとうございます。